編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストはですね、古谷恒平さん、若手物書きのナンバーワンというか右よりライターのでもないんだなそういうとしかないちゃうんですけど、はい、とにかくこの髪の毛が長くて暑そうですね、今ね夏だから切ったらどうですか。これでも切ったんです。切ったんですか、はい、そうだな、はい、ですね、今月号にもですね、書いていただきましたけど、はい、そのまあシールズとかですね、若い連中のデモをね、うんうん、やたら新聞が持ち上げててもう妙だなというふうに思うんですけど、これについて非常に明快なですね、ありがとうございます、論評していただきまして、面白かったです。はい、その前にね、先週出ていただいたですね、武藤貴也議員、若手のホープと私が、言った途端にですね、シールズの主張について、だって戦争に行きたくないじゃんという極端な利己的考え、利己的個人主義がここまで蔓延したのは戦後教育のせいだろうと、こう述べたっていうんでですね、またちょっと天聖人口でまで批判されまして、一斉に集中砲火を浴びてですね、しかしまあ彼は、お詫びをしたりですね、訂正したりということはしなかったので、なかなか骨があるなと思ったんですけどね、じゃあ国会議員がですね、自分の意見を述べてはいけないのかと、彼が自分がこういう考えだということをね、もう言っただけなんですから、別に、天聖人口で取り上げる、天聖人口で取り上げるほどの話もないと思うんですけど、これについては古谷さんどうですか。まあ別に真っ当なね、ご意見だと思うんですけれども、シールズの主張ですよね、まあ、だって戦争その前にシールズっていうのははい、後で出てきますけど、あ、それだ、はい、自由で民主的な日本を守るための学生による緊急アクション、チューデント・エマージェンシー・アクション・フォー・リベラル・デモクラシー、海兵隊っぽいですけど、あ、そうですね、ちょっと通じが一個だけ違いますけど、はいはいはい、そのシールズの主張ですよね。だって戦争に行きたくないじゃんと、まあ、これでも本当に言ってますけどね。あ、そうなんですか。実際集会とかデモに行っても、まあ、戦争行きたくないっていうようなことは言ってる方は、まあ、少なくはないですね。で、僕今日は、まあ、このシールズが、まあ、中心的になると思うんですけれども、はい、この考え方すごく象徴的だと思うんですよね。だって戦争に行きたくないじゃんと、ということは、まあ、自分たちは今戦争をしてない、関係ないんだっていうことですよね。まあそうですね。この考え方自体がすごい特徴的だなと思っていて、だからゼロ一ですよね。その平和と戦争、このグレーの部分が全くないですよね。あ、なるほど。だから今現在進行形で日本は米軍とかと後方支援をやっていますし、国際平和活動もやってますよね。で、僕はもうその段階で、まあ、平和とか戦争とかっていうか、まあ、グレーの部分が非常にあると、ただでさえ日本が、まあ、支援をしていたり、まあ、平和、積極的平和外交でやってるというのは、まあ、いい意味での、まあ、戦争の後方支援ですから、日本が関係ないっていうこの非常にゼロ一の考え方、これが僕は、まあ、後からも言いますけど、非常にこの、今僕が問題にしている世界系という考え方ですね。世界系、非常に世界系的な考え方で、これは世界系というのはサブカル、ゼロ年代のサブカルの文脈の中で出てきた考えで、中間がないんですね。あ、なるほど。要するに、まあ、ただの主人公が、まあ、世界を救うとか日本を救うとかっていう物語のことを、まあ、世界系、まあ、エヴァンゲリオン以降の話を、物語を言うんですけれども、僕はこのいわゆるシリーズとかっていう人たちの、この私たちは今戦争に行っていないと、で集団的自衛権の安保法制ができたら途端に戦争に私たちが駆り出されてね、言うんだと。逆に言うと、まあ自分たち戦争に今平和な状態にいるシリーズの人たちが、まあ何か日本のね、この危機を止めるんだと、中間存在がないんですね。でこれがもう非常に世界系的な考え方だと思いまして、まあその部分をおそらく武藤さんが批判していると思うんですけれども、まあ非常に利己的というか、まあ空想的ですよね。その自分たちが全く関係ない地平にいて、その
どこか海の向こうの遠くに戦争があって、そこに巻き込まれる、あるいはそれを止める、うん、両方とも世界系の亜種ですね、うんうん、だからそこが非常にこう最近の、うん、アニメ的というか、そうなんです ラノベ的っていうか、すごくそれを感じますよね。だ利己的は利己的なんですけど、まあ、空想的というか、うん、SF 的というか、うんうん、だってまああのあれですよね、あの平和安全法制があのできたりですね、することによって抑止力が働いて、戦争は、しないんだと、戦争に巻き込まれないんだと、いうのがですね、まあ政府の考え方ですよね、で戦争に行きたくないんだったら、じゃあお前らあの平和安全法制に賛成しろよと。そうですね、そういう考え方もできるんですけど、うんうん、まあ彼らはその、いや僕いつも思うんですけど、はい、シーレズに行ってもですね、まあまあ後からこれ話しますけれども、はいはい、まああのまあ、200人ぐらいの団体なんですよね、うん、このシリーズ全部構成員ですけれども、うんうん、その人たちがまあ盛んにこう戦争を止めるとか、ね、うん、日本を救うとかって言ってますけど、うんうん、いや君たちにそこまでの力があるとは私は思えないんですよ、うんうん、だからあのそういうなんて言うんですかね、そのいろんなその本当に戦争安保法案を止めたいんだって、まあ、段階があるじゃないですか、自分で議員になったり、はいはい、議員の応援をしたりって、そこをすっ飛ばして、まあ、直接民主制みたいな感じで、まあ、彼らは言うんですよね、絶対に止めるって、だからそこがすごくね、ラノベ的っていうか、本当に世界系的な考え方、本当にただの人間が、まあまあもちろんベトナムの時からそうかもしれないですけど、すごくねこう中間的な過程をすっ飛ばして直接こうコミットすることができるような風に思っているんですよ。ラノベっていうのはあのライトノベルですね。ライトノベルですね、はい、よくあるんですね、ラノベでこういう話が、ね、たくさんあるんですけど、まあ、彼らがどの程度それを読んでるか知りませんけれども、なんかすごくこう自分たちを過大評価をしているし、また逆にその安保法制とか安倍さんを過大に評価してますよね、その独裁者とか言ってますし、そんな力はないですよね、だから安保法制一個で戦争になるということもない、当たり前だけどないですし、全てをなんかこう過大評価しているような気がしますね、はい、この武藤さんのあのこの後半後段のね、利己的個人主義がここまで蔓延したのは戦後教育のせいだろうと、まあ、まさにあの古谷さんも戦後教育を受けてこられたと思うんですけど、ここについてはどうですか。あの戦後教育っていうのが、まあ、武藤さんどの程度のイメージで語られてるのかちょっとあれですけど、むしろ戦後教育は、あのまあ、平和人権環境みたいな感じで、これ利己的じゃないですよね、あの、変な意味で非常にこう、なんていうか他利的なこと、例えばこうなんていうんですか、こう環境を大事にしましょうとか、人権を守りましょうとか、決して、利己的なことを、まあ、歪んだね、非常に歪んだ、あの公共性をこう言ってきたような僕は気がするんですけれども、だから戦後教育であれば、まあ、逆にそのなんていうんですか、あの戦争に行きたくないじゃんとはならないと思うんですよね、あの本当戦後教育ってのはあの変な意味で割とこうソーシャルなことを言いますか ら、だから戦後教育のせいっていうよりは、あの戦後教育すらからも脱落しているような気がしますけど、ね、あそうなんですか。だから要するにすごく彼らが感じるのはもう本当に不勉強ですよ、勉強は勉強だね、学校で学校教育のせいだっていう方、まあ、いらっしゃいますけど、学校教育の文脈すらやってないような気がするんですよね、だから本当にきちきちと学校的な優等生であれば、ある程度それは公民だって公共だってやってますからね、だったらこういうふうにならないと思うんですけれども、まあ、こういう主張にならないと思うんですけど、だから僕は戦後教育の枠内ですらも脱落してるんじゃないかなっていう気も逆にしますけどね。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。
昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウェブ編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってるんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそのそういう書き写しなんかをね、はい、やるっていうのはねおかしいですけどね、うん、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。